こんにちは。8月1日の日替わり竹部でございます。本日はですね、東京マーケット注目されておりましたのが、米国の債務上限、こちらの行方からですね、実質東京市場、シドニーマーケットの方が本日お休みでございましたので、東京の動きがどうなるのかということで、外為市場の方では、世界の注目を集めていた経緯ございました。結果としては、ドル買い戻しの円売り試合という形で推移したわけでございますけども、その他東京のドメスティックな事情といたしましてはですね、FX のレバ規制、こういったものもございましたね。この動きから、マーケット、どういった動きするのかというところで、皆さん、かなり東京の皆様方、注目なされていた経緯あったと思います。で、その他でございますけど、今日はですね、実は東京 MX テレビさん、こちらの方にちょっと出演させていただいた経緯があったんですけども、こちらの方は、首都圏や関東圏、また、三重県とか愛知県を中心として放送させていただいて、私、出演させていただいているわけですけども、こちらの方の番組の中で少しさせていただきましたのは、実は東京金融取引所、クリック365、こちらのでアジア通貨の上場が本日あったというところでございまして、人民元円と韓国ウォン円、そしてインドルピー円の取り扱いの見方、そしてリスク、こういったものをですね、今日はちょっと簡単にお話しさせていただきましたので、日替わり竹部でもですね、少しだけ、触りだけなんですけども、ちょっとご案内させていただこうかなと思います。こちらの方をご覧になっていただけますでしょうか。はい、こちらですね。この大きな3通貨、3通貨ペアになるわけですけども、それぞれ、特にアジア通貨、遠くて近い国と言っていいんでしょうかね。こういったところは政治、いろんなところで、含みがございますので、一概にこれが、今後どういった影響を及ぼすのかというのは非常に見方難しいかと思いますけども、いずれにしてもですね、アジアの夜明けの代表的な3通貨ペアであると、インドルーピーもですね、こちらの方、株式市場の方も非常に堅調でございます。利上げもついこの間ございましたし、英語が非常に通じるということでですね、欧米英語圏からのいろんなトランスファー、こういったものもこういった国インドのなどにはかなり多いですからね、そういう意味では今後も有料なのかなというふうにして見ております。ただしですね、いろんな見方で見ていきますとですね、やはりユーロやドル、こういったものとはですね、ちょっと取り扱いのところにいろんな規制ございますので、また詳しくはですね、当社のホームページなどで見ていただいて、時間の規制やスワップ、こういったものの金利のですね、逆転現象、こういったところもですね、十分ご注意していただいて、お取り組みしていただければと思います。以上、8月1日の日替わり竹部でございました。